群馬県立長野原高等学校は群馬県妻郡長野原町にある県立高校である通称長江1952年に設置された山助と呼ばれる学校のマスコットキャラクターが2006年に作られた近年付近の学校で出前授業を実施したり図書館を一般開放したりすることで地域住民に親しみやすい高校づくりを行っている また、生徒の資格取得などに力を入れている。群馬県立長野原高等学校は、生徒一人、数との持ち味、特技を伸ばし、お互いに、思いやりと協調性を育み、地域に愛される学校を目指そうという、校を伸ばし、和を育む教育を行っている。また、授業を大切にし、生徒個人に、基礎的、基本的な知識を定着させようとする、学力向上。 礼儀作法を身につけさせて、生徒個人が、社会や企業の求めている足並みを身につける、規範、マナーの育成、生徒個人が、得意分野を身につけるために部活動を充実させる、心身の鍛錬を充実させている。昼間定時制普通科入学定員男女50名普通科に、普通コースと観光コース、建築科に建築コースとデザインコースを置き、構成を、 導入標高628.5メートルに位置する普通科のミニ学級の小規模校である。町内に河原湯温泉、隣接する草津町の草津温泉、東阿賀妻町の川中温泉、さらには中野城町の尻りやき温泉など、多くの観光地を周辺に持つだけあって、普通科に観光コースを設置していた時期があった。毎年、生徒、職員、PTA が一体となって行い、 学校に花を植えたり、周辺の駅や老人ホームに花を寄贈する。毎年行われ、ソフトボールやバレーボールなどの球技をクラス対抗で競い合う。隣接するつまごい村にある群馬県立つまごい高等学校と交流を深めるために毎年行われている。伝統のある行事で、工芸カルタや球技、リレーなどが行われる。2年実施したら次年に文化祭を挟むという、 同様の周期で行われる。体育大会とも呼ばれ、100メートル走などの個人競技に綱引きなどの団体競技がある。本番前から体育などで練習を行い、毎年クラス対抗で男女別に毎年行われる。走り終わった順位によって教職員から特別賞がもらえる。3年に一度、生徒会を中心に、超高祭と呼ばれる文化祭が行われる。 上皇祭のない年は、体育祭が行われる。ありがとうございます。